こちらの作品ですが、まるで炎が連なって燃えているように見えます。これは一体何でしょうか？ただの炎でしょうか？これを見て、あ、竜がいるとおっしゃった人もいます。これは花火かなと言ってくれたお子さんもいます。なゆた石竜。立ち上る火柱は瞬きごとに姿を変える。それぞれが竜の子かと見ゆるが、遠方から眺めれば石竜の背の一部と知る。一部を見てそれがすべてと思わず、一歩引いて一呼吸置いて、なゆたなる生命の燃え方を観察せよ。我が炎のあり方を問え。今燃えているか。小さくくすぶるなかれ。周りを巻き込んで燃えよ。連なって燃えれば世運をつかむ。この火柱は実は一つ一つが竜なのではなく、遠くから見てそれは竜の背中の一部だったということなんですね。全体像を眺めればまた全然違ったものになっていくということです。この炎を見て、今自分は燃えているのだろうか。その燃え方は一人一人違いますが、それでも連なって燃えれば熱量も大きくなっていき、広がっていきます。広がっていけば誰かが描いた夢を実現することも可能になっていきます。世運、その人の幸運はみんなで叶えるものかもしれません。どうぞじっくりご覧ください。